BS 朝日で絶賛放送中のうち断捨離しました、出演者大募集。ごきげんさまです。断捨離の山下秀子です。5年前から BS 朝日のうち断捨離しましたという番組で、たくさんの方々のお宅を訪問し、断捨離のお手伝いをさせていただいています。行き場をなくした大量のものやいらなくなった品々、それらがいつの間にか生活空間を圧迫している。皆さんにそんな経験はありませんか？番組では断捨離提唱者である山下秀子さんが悩めるご家庭に伺い、解決の糸口を提案してくれます。母親が物を溜め込むようになってしまったというお宅では、壮観ですね。壮観というか圧巻というか、もっともっとね、やっていいかと。誰もあなたのことをね、親の大事なものを捨ててるって誰も思わない。どのようにすれば快適な空間が手に入れられるのか、それぞれの家庭に潜む問題と向き合いながら、断捨離を通して山下さんが向かうべき方向へと力強く導いてくれます。その過程で知らなかった思いに触れることも。多分いつかはって思ってた気持ちが現れてるね。何か作りたいっていうんで、そのすごい伝わってくるんだよね、ここから。そんな貴重な体験ができるのはこの番組だけです。断捨離によって生まれ変わった新たな空間は、生きる喜びと未来へ向かう前向きな心を与えてくれます。すごい、うちじゃない。だから溺れてる時は分かんないもんね。分かんなかったら回復した、お母さんも回復したら、あ、よかったって必ず軽く感じてくれるから、軽くなりました。山下さんのアドバイスを受けて、断捨離であなたの人生を好転させましょう。そして気になる撮影は、主に多くの番組を手掛ける優秀な女性スタッフが担当。断捨離がスムーズに進むよう日々細かい連携を取り合っているので、ご安心ください。ぜひあなたも断捨離で新たな人生の舞台を展開させていきましょう。たくさんのご応募お待ちしています。詳しくは番組ホームページまで。